アレクサンデル・セウェルス。マルクス・アウレリウス・セウェルス・アレクサンデル・アウグストス。208年10月1日から235年3月18日は、第24代ローマ皇帝で、セウェルス朝の皇帝としては5人目。セプティミウス・セウエルス、カラカラ、ゲタ、ヘリオガバルスとなる。彼の死をもって、セウェルス朝は50年ほどの歴史に幕を下ろし、軍人皇帝時代とも呼ばれる。 三世紀の危機が始まった。アレクサンデルは先帝ヘリオガバルスの重帝、母同士が姉妹として生まれた。実権を握る祖母ユリア・マイサに支持を失ったヘリオガバルス・ミカドの代わりとして担ぎ出され、ヘリオガバルスの養子として台頭した。一時は危険死したヘリオガバルスに遊兵されるが、これがこの得体の反乱を引き起こしてヘリオガバルスは処刑された。 即位したアレクサンデル帝の知性は東方で勢力を増しつつあったささなわペルシャ帝国の脅威にさらされつつも軍事行動を控えて平和路線を取っていた。しかし、ゲルマニア方面での軍事作戦に消極的な態度を繰り返したことで軍の不況を買い、最終的に軍によって殺害された。属州フェニキアの死でとのことして生まれ、 マルクスユリウスゲッシウスバッシアヌスアレクシアヌス、マーカスジュリウスゲシャスバシアネスアレクシオネスと名付けられた。父マルキアヌスは、俗州シリアの政務大公官を務める貴族であった。母アビタは、セウェルス町の外籍、バッシアヌス家の出身で、ヘリオガバルスミカドの母ソエミアスの妹であった。したがってヘリオガバルスミカドと同じく、カラカラミカドや、ゲタミカド、セウェルス帝といった、 同王朝の皇帝たちの血縁者という立場にあった。二百二十一年、バッシアヌス家の女当主である祖母ユリア・マエサは、暴政を続けるヘリオガバルス・ミカドとソエミアスを見切り、もう一人の孫を皇帝にすべくアレクサンデルをヘリオガバルスの養子とした。翌年、ヘリオガバルスとソエミアスは、この絵体に処刑され、その遺体は、支柱を引き回された挙句にティベル川に捨てられた。 即位したバッシュウスは、カエサルマルクス・アウレリウス・セウエルス・アレクサンデル、アウグストス、シーザー・マーカス・アウレリウス・セブルス・アレクサンダー・オーガストに改名した。アレクサンデル帝は、若く穏やかな性格の持ち主であったが、同時に、母や、祖母の言い,いなりでもあった。アビタワーネ、ソエミアスが、息子から実権を奪っていたのと同じように、アレクサンデルを通じて、取り巻きたちと実権を掌握した。 その中には、法務官などが含まれた。アビタは、アレクサンデル帝の成長に従って、実権掌握の程度を変更する態度を見せたが、権力への執念は変わらなかった。アレクサンデルの公妃となったとその一族が新たな、外籍として、権力をバシアヌスケから奪うと、激しい怒りを見せて宮殿から彼らを追放しようと、した。また、 セウェルス朝の権力の源泉であった軍から距離を置くことで膨大化した軍事費の抑制を図り、アレクサンデルも軍とは距離を置いた。しかし結果として、帝国の各地で反乱が相次ぎ、さらに帝都ではの振る舞いが、この絵体の不況を買った。この絵体がウルピアヌスへの反乱を起こすと、民衆や各地の軍もこれに加わり、帝国は騒乱状態に陥った。幸運にも、 アレクサンデル自身に歯は向けられず、ウルピアヌスが殺害されるに止まったが、動乱の中でカッシウス・ディオなどアレクサンデル帝に近い要人が宮殿から離され、各地の属州でもアレクサンデル派の総督への忠誠拒否が相次ぎ、軍との対立が顕著となった。他に知性で特筆すべき点にはアレクサンドリナ水道の建設が挙げられる。 軍との対立を抱えつつも平穏な統治が続いていたが、ササン朝、ペルシャ帝国との戦争が破滅の契機となった。歴史家ヘロディアヌスによれば、この戦いでアレクサンデル帝はペルシャ軍に屈辱的敗北を喫したと記され、ローマ皇帝軍像も同様の記述を残している。その後、次第に帝国軍は体制を立て直して反撃に転じ、アレクサンデルは アンティオキアに陣を構えた。ところがまたもや、アレクサンデル軍は、ペルシャ軍に大敗を喫して、アルメニア王国に退き、しかも、そこでさらなる追い打ちを受けた。ペルシャ軍が引き上げたことで破滅は免れたが、帝国軍は、異常なまでに規律を乱していた。232年、タウリアヌスという軍人が、俗州シリアの軍に反乱を呼びかけ、定位請求者として放棄した。どうにか、 アレクサンデル帝は、反乱を沈め、タウリアヌスは、逃れる際にユーフラテス川で敵死したゆう。233年、アレクサンデル帝は、ペルシャ帝国と和睦して、ローマに帰還した。234年、ライン側の防衛線を破った蛮族が一部、ガディア北部に侵入したとの報告を受け、アレクサンデル帝は軍を派遣した。各地から援軍を集めた。 帝国軍は直ちに蛮族をライン側の向こうへ押し返し、勢いづいた軍人たちは逆に溶かして防衛線を押し広げようとした。しかし、アレクサンデル・帝は母の助言もあって、蛮族たちに賠償金を払って、歩行を納めさせることにした。効果的であったかどうかにかかわらず、この行動は軍の中でアレクサンデル・帝への軽蔑を決定的なものにし、 軍人たちは皇帝を臆病とあざけ笑った。歴史家ヘロディアヌスは、軍が老石を働いた蛮族を打ち倒さねばならない、とき、臆病な皇帝は敵を罰するどころか、金を与えたのだと批判している。軍内に、アレクサンデル系への不服従が広がり始め、ついには、蛮族上がりの下級軍人、マクシミヌストラクスを中心にした、反乱軍が放棄した。トラクスの反乱軍は、 小規模なものから次第に他の反乱勢力を取り込んで肥大化し、ついには第22軍団が高揚する事態となった。アレクサンデルは陣中で母と共に殺害され、反乱軍に加担した、遠征軍はトラクスを皇帝に推挙する決定を下した。それまで皇帝の失脚はしばしば起きたが、ほとんどは元老院の決議や民衆放棄、あるいは この得体による暗殺の結果であった。軍の反乱で皇帝が倒されたことは、元老院議員、あるいは市民の支持に立脚した文明統治が終わりを迎えたことを意味した。この時から、プリンキパトゥス、終身元首制は役目を終え始めたのである。ただしその後の軍人皇帝時代、三世紀の危機においても、形式的には元老院や、 民衆の支持を得る態度が続けられている。明確に終焉するのは、それらを大義名分としてすら必要としない、ドミナウス、先制君主制が確立される、ディオクレティアヌスの時代である。アレクサンデルは、東方族州の中心地シリアに縁を持つ最後の皇帝であり、セウェルス朝の最後ともなった。厳格であった母の影響から倫理的に、重慶のヘリオガバルスとは、 対照的に精廉な人物があることに努め、10年程度の知性で帝国の風紀は大きく改められた。また、歴史家でもある元老院議員、カッシウスリオやウルピアノスを徴用したことも、知性に良い影響を与えた。ローマ皇帝群像によれば、他に多くの改革を行ったとされ、帝都に駐留する首都長官に関する権限の改革。 破綻しつつあった帝国の国庫を立て直すために、禁縮財政政策、デナリウスなどの貨幣に含まれる、鉱物量を増減させての貨幣価値調整などを、図っている。民に対しても、減税や文化学森への補助金などの政策を行い、対立する軍にも、兵士階級の待遇改善などを信頼。そして、氷菓子を防ぐために、国営の銀行を開き、 安い金利で資金を貸し出したとされる。宗教的にも善良な政策を進め、同じエルガバルガミへの関わりを持ちながら、先定とは異なり既存の宗教を刺激しなかった。そればかりか、迫害されていたユダヤ教やキリスト教にも寛大であったされる。先に述べた通りと結婚しているが、後に一族ごと宮殿から追放している。 その後にスピルキアマメサという女性と再婚したが、子はなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。